見てこのピンク色の盾、自己主張が激しいな。ということでね、こんにちは、コールオブデューティー今日プレイしていくんですけど、最近はねこの盾と盾で、ね、ハマってて、で勝負盾ではなくて本当にメインで使う盾にハマってますね。なんでね、そのプレイ動画をいくつか撮ったんで見ていっていただければなと思います。しゃ、盾使うか。ライオットシールドとコンバットナイフの近接縛りでやっていきますか。でね、マップクラッシュだね。ここ結構狭いんで、まあ盾とナイフだけでもなんとかなるんだよね。まあ、結構光線距離が長いハックニーヤードとかね、アトラススーパーストアとかだと、こういう光線厳しいんだけど、意外とね、なんとかなるんだよね。さあ、投げていく。当たらず。おっと、危ない。で、盾装備して。盾で。あ、C4 あるな。盾で殴っていく。で、この盾ね、一発殴り入れると、なんか相手をね、ロックするんだよね。まあ、ロックっていうのは、なんか自動で追尾するというか、まあ、オートエイムになるのかな、これは。オートエイム風になるっていうか、そういうね、仕様が、コールオブデューティーにあるんで。なので一回殴っちゃえばね、もう二発目も簡単に入れられるみたいな感じですね。で、盾やっぱね、しゃがんで構えると、こっちに気づいてないぞ。あ、外した。右にいるんで、殴っていく。お、これロックしてる、ロックしてる。ほら。相手がどこに動こうが。このね、ロックのおかげでね、なんか回り込まれるってことがないんだよね、ダッシュとかで。距離離されると、ロック外れちゃうんだけど。回り込まれてもね、ちゃんと勝手に追従してくれるんで、この盾なかなか強いです。ナイフで切っていく。盾だと2発だけど、ナイフだと1発なんで。おっと、いつの間にかエアストライクが呼べるではないか。適当に呼んでいこう。奥にいるね、あいつも。しゃがんで切っていく。あ、待ってよ。C4 じゃないか。クレイモアを踏んでしまった。で、このやっぱね、出会い頭とかね、遠距離が強いね。遠距離で先に見つかったとしても、正面であれば、まあ撃たれてもね、もうなんてことないんで。はい、こいつ、行くぜ。一発。二発。シュール、めっちゃシュールだな、この盾。まあ、フリーフォーオールにね、盾とナイフでやってくるやつ、なかなかいないんでね。ちょっと異色なのかもしんないけど、そこを狙ってね、盾に慣れていない、あいつらを。こいつらをね、もう、ひたすら勝っていくって。シールドバッシュで殴っていく感じ。いた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 。さあ、待つんだ。お、逃げてる逃げてる。おい、投げナイフ。で、やっぱね、このリーサルの投げナイフがね、盾とすごく相性がいい。ね、盾で敵の弾を、まあ、打ち尽くすまでガードして、まあ、リロード始まったかなっていうぐらいの時にね、投げナイフしてやると、うまいこと刺さるんで。さあ、ダッシュして、切っていく。おっと、危ない。あれ?ちょっと待って、こっち側なの?一回、爆弾の表示が消えたのに、またついたぞ。どういうことだ。あと、この、デッドサイレンスで、ナイフでね、突っ込むのもいいね。あと、デッドサイレンスのね、使い方なんだけど、この、盾装備して、後半になってくるとね、相手がもうこっちの戦法分かってるから、本当にガン下がりしてくるんだよ。めっちゃ下がってくるんだよね。で、そういうやつに対して、デッドサイレンスで追いかけると、こっちのスピードの方が速いんで、まあ、盾構えながら相手のスピードに追いつけるみたいなね。そんな感じですね。まあ、あと本当に後ろ向いて逃げるんだったら、その場合、投げナイフ当ててもいいし、ナイフに切り替えて、追ってもいいし、みたいな。そんな感じだね。で、劣化が溜まったんで、どこかで使っていきたい。あ、今いたな。いたいたいた。さらにこのスタン。これもなかなかいいんだよね。スタンで相手の動きを止めて、盾で殴るみたいな。かなりね、いいね。リーサルに投げナイフ。タクティカルにスタン。で、デッドサイレンス。これかなり最強です。もういた。あ、やばい。C4 直当てはね、さすがにもうどうしようもできないです。盾対策ですね。完全にあれは。ナイフ外す。
おっと、もう一回 C4 当てられる。 C4 とかね、あのセムテックスとかテルミットとかね、縦につけられたらもう終わりですね。おっと、ははは、機関勢、後ろから撃たれた。で今んとこね、首位をキープしてるんで、結構出だしはいい感じ。あ、問題はね、相手が慣れてくる後半がどう動けるか。危ない。危ない危ない。下から来んのか、それとも上からか。唯一の遠距離武器、投げナイフをうまいこと使って、キールを取っていきたい。デッサが溜まったな。デッサが溜まったから使いたいが、よし。いい、そこ出てくるね。来た来た来た。これね、出頭めっちゃ強いんだよ、こんな感じ。この角待ちナイフはね、ほんと、ショットガンと同じぐらい強い。射程のないショットガンだ。ほらどうよ。ナイフめっちゃ面白いんだが。いた、右から入って。さあ、出たとこにいるでしょうね。うわーっと、ジェイC4。C4 投げてきたけど、こっちがね、ガンダッシュしてるから、投げる場所を見誤ったね、君。奥で、誰、ウージーの音が聞こえるぞ。後ろ、盾を構えて。そろりそろりと逃げていく。本当にね、いた、いた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 。どこだ、いた。よーし。逃げている、ナイフ。うわ、ナイフ投げたのに。投げる瞬間で死んでしまった。さあ、このピンク色の気持ち悪い盾で。なんかね、盾、すごい迷彩ロック解除中で、もうそのうちゴールド行くかもね。いるね、ここ。はい、一発。はい、二発。おっと、なんかスタン食らってたか、こいつ。もしかして。もしかしてスタンを食らっている。二発。当たらない。おっと、ちゃんと走って逃げた。追っかけるぜ。投げナイフで。はい、で、デッドサイレンス溜まったんで、使っ、開いたね。はい、一発。はい、二発。このシーズン2のスキン使ってる人多いな。さあ、デッドサイレンス。いた！あそこにいるぞ。うわー、やばい。C4 持ちだったか。フード被ってる人 C4 持ってるから危険だな。いた。どうすかな。後ろからナイフで追っかけるか。ナイフを持って、青い家の中、いた、あそこだな。いける。あれはいける。こう登っていくんでしょ、2階に。登ったとこで切っていく。ナイフ気持ちいいな。やっぱ左から行こう。ナイフの楽しいよね。結構このね、縦とナイフ縛り始めてからもう3日目なんだけど、なんか、こんだけ縦とナイフばっかりやってると、なんかエイム力が落ちそうで怖いね。よいしょ。ドア開けて。ん、人に合わないな。いた。あっちか。よし、テッサーかな？いや、いいや。普通に行こう。こいつあれなんだよ。C4 持ちでしょ？ C4 持ちじゃない？おっと、危ない。切ったけど、後ろにいた他のやつに魚振られた。うわー、ウィルソンか。よし、テッサ使って。さあ、走り抜けていく。ここ危ないな。角待ちしたわ。いいか。出ていけるのか、どうなのか。あ、奥にいるね。あれはナイフでヒットしていく。いいね、遠距離。当たるとは思わなかったぜ。いや、ウィルソンが暴れてますね。おっと、この人動いてないね、もう。なんか、一発殴ったらジャンプするし。どういうやつだ。で、下にウィルソンがいるんで、あー、かわいそうに。とか、他のとこ行こうかな。レッドサイレンス溜まったんで、使って。さあ、後ろから、首を切っていきたい。よーし。お前だ！ほら！よし、切った！足を切った。足を切ろうが、コールオブデューティーでは即死だ。さあ、残り5カウント。いけるかな？上にいるね。奥いるね。ちょっと左階段から登っていきましょう。おっと？ダメだ。よくない。おっと危ない。
危ない危ない。あれだね、 C4 に対してはガンダッシュがいいね。手前に投げなきゃいけなくなるからね、読み合いだねそこは。でナイフ投げていく。30秒、ちょっと待って、いけるか、いけるか、後ろから、後ろからお前を切って、デッドサイレンス。さあ残り1人、いた、あいつ残り1人。おらー、よし、危ねえ、ギリギリフルカウントで優勝しましたね。どうでしょうな、盾とナイフもいけるでしょう、なかなか。しばらくね、ちょっと盾とナイフの動画上げていこうと思うんで、よろしくお願いします。いやー、盾気持ちいいな。はい、今日はね、以上です。また次の動画でお会いしましょう。